こんにちは、金子です。今回はピボットテーブルの使い方を紹介していきます。ピボットテーブルというのは何かというと、簡単に言うとですね、全体を集計してくれる機能のことをピボットテーブルと言います。 全体を集計してくれるというのはどういうことかと言いますと、今までですね、サム関数とかサムイフ関数、アベレージ関数とかいろいろな関数を使ってきました。例えば、サム関数を使えば合計の金額は全部でいくらということもできましたし、サムイフ関数を使えばボールの売り上げがいくらあるかっていうのも出せるようになりました。 このピボットテーブルっていうのを使えばですね、サムイフ関数とかで解いていた内容とかをですね、一気に全部集計をして出してくれるという、すごく便利な機能になりますので、基本の部分だけでもしっかり理解して使えるようになってきましょう。そうしたらですね、今こちらに表があります。このように表がありまして、店舗と商品、単価数量合計というふうに入ってますね。この表を元に集計していきます。で、この表をですね、まず集計していきたいんですけど、 ここを元にピボットテーブルを作るときは、まずですね、ここをすべて選択していく必要があります。で、このようにですね、量が多い場合、どうやって選択していくかと言いますと、カウント i f のときにもやったんですけど、 コントロールとシフトを押しながら矢印の下を押すとですね、上から下まで一気に飛べますので、ここの A の位置、ここをクリックした状態で、コントロールを押しながらシフト、矢印の下を押してみましょう。そうすると一気に下まで行きますね。で、コントロールとシフト、そのまま押しっぱなしにしてください。離しちゃった方はもう一回押し直してください。で、押したままですね、矢印の右を押してあげると、右も一番端まで飛んでくれますので、こうやるとですね、簡単に全部選択することができます。 選択ができましたら挿入のところからピボットテーブルを使っていきますのでピボットテーブルというのを使いましょう。 ピボットテーブルととと、いいううこころをククリックしていただくとこのようにですね、テーブルまたは範囲を選択というふうになってまして、ね、今この選択しているところがテーブルになっているのでこのテーブルの名前が出てますねもしテーブルになっていないときはここはセルの範囲が表示されていますそしたらですねこのピボットテーブルの作成の画面はですね特に変更することはないのでそのまま OK を押しておきましょう で、OK を押していただくと、こういう画面が出てきます。で、右側にですね、ピボットテーブルのフィールドっていうのがありまして、左側がですね、こういう風にピボットテーブル1っていう風に書かれていて、で、ここにですね、改めてシートが作られてるんですね。先ほどまでのがこのシート1でして、このシート2っていうのが今新しく作ったシートになります。で、このピボットテーブルのフィールドって右側に表示されてないよっていう方はですね、 このところ、ピボットテーブルのこのマークのところ以外をクリックしてしまうと、この右端がですね、出てこなくなってしまうので、必ずですね、この中、どこでも大丈夫です。クリックをしてあげましょう。で、このピボットテーブルのフィールドっていう、この右側の使い方なんですけれども、ここの上のところがフィールドって言いまして、ここのところがボックスというふうに言うんですね。で、このフィールドのところ、どうやって見るかというと、今、番号、店舗、商品、単価、数量で、 一番下にに合計というふうに書いう書てあるんですねで。これ何のことかと言いますと先ほど元となった表ですねシート1番のこの一番上のこの項目がですねこれがフィールドというところですねなのでここに書いてある部分がここの項目と一致しているようになりますなのでここの知りたい項目をですね下のこの間のボックスというところに入れていくんですねここのボックスの使い方なんですけども使い方はですね この列と行と値を使っていくと思ってください。ここの値にはですね、必ず数字が入ります。で、数字ってどういうことって話なんですけども、数字っていうのはですね、先ほどのシート1見ると、数字が入っているのはここですね。単価か数量か合計ですよね。なので、ここの値に入るところは、必ず単価か数量か合計が、この3つ、どれかが入るっていうことになります。 で、あとはですね、他のやつを列と行に入れていくと思ってください。そしたらまずはですね、商品が知りたいなと思った時にですね、商品と書いてあると思います。これをですね、じゃあ行に入れていきましょう。ドラッグですね。クリックしながら、このように引っ張ってあげます。で、ここのところで離してあげましょう。そうするとですね、先ほど書いてあった元の表の商品がですね、すべて一覧としてここに表示されます。で、次にですね、じゃあ店舗を調べてみましょう。 店舗はこの上から2つ目ですね。じゃ、店舗を列に入れてみましょう。で店舗を列に入れていただくと、このようにドラッグします。ここの店舗を列に入れると、この列のところに、この店舗名が入るんですね。で、この行のところに入れていくと、ここの行のところに商品が入るというふうになります。で、ここのそれぞれの売上の合計が知りたいって場合はですね、合計になりますので、合計はですね、必ず数字なので、値に入ります。なので、合計をクリックしながら値に持ってきましょう。 そうするとですね、こうですね、こんな感じにパソコンの大阪の売り上げとか、マウスの大阪の売り上げ、そしてペンの東京の売り上げという風になってまして、で、それの総計が全部出てくるという風になります。このような集計を一瞬でやってくれるっていうのがこのピポットテーブルですね。そうしたらですね、ここの店舗とここの商品、これ逆にしてみましょう。これ簡単に逆にできまして、ここの商品をですね、この列の方にこのようにポンとドラッグしてあげましょう。 そうするとですね、今横に全部横並びになってしまっているので、ここの店舗のやつを左の行のところに入れてあげます。そうするとですね、大阪と東京でパソコンペン、ボール、マウスという風に逆になったのが分かりますね。 なので、ここの横並びにしたいところを行に入れていただいて、この列に入れていただくと、このように縦に表示されるようになります。このピポットテーブルはですね、最初、ここの列と行に何を入れていいかがよくわからなくなりがちなので、まずはですね、この列と行にですね、知りたい項目っていうのをパッと並べてあげてください。そうするとですね、まあ、配置をした時にですね、このように見づらくなったりするときもあります。見づらくなったらこのように行とかに移していただいて、調整をして、 見やすい表を作っていただくのが一番早いかなということですね。で、この値の部分に関しては数字が入りますので、数字が入っている部分をこの値に入れるというふうに心がけてやってあげましょう。最後にですね、ピボットテーブルはこの集計すごく便利なんですけども、元の表が書き換わった時に自動で書き換わらないんですね。例えば、このボールの金額がですね、ここで10万円というふうに金額を変えてみます。そしたらですね、ここのボールの金額がですね、 ここのところ、大阪のボールなので、ここのところが上がるはずなんですけど、変わってないんですね、実は。で、これ変えるたびにはですね、ここのピポットテーブルのツール、ここの分析というところが、この中をクリックして、る時だけ出てきますので、ここをクリックしましょう。で、ここに更新というボタンがありますので、この更新という文字のところ、こちらをクリックして、すべて更新。こちらを押していただくとですね、こういうふうに、今ボールのところがですね、今こうなってたんですけれども、 すべて更新を押するとこういう風に変わったと思います。なので元の表を書き換えたときはですね必ずこのピボットテーブルツールの更新こちらを押してあげるようにしてください。今回はピボットテーブルの使い方を紹介していきましたピボットテーブルを使うと簡単に集計が行えるのでこのようにですね元の表を入力していただいてそこをですねピボットテーブルに変換そしてピボットテーブルでここに入れていただくだけですぐに売り上げとかを見ることができます。 それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。